こんばんは、上前です。昨日ね、3月22日に、インスタ360からね、新しいアクションカメラが、発売されたということで、その内容をね、皆さんと共有できたらなと思っています。これからね、アクションカメラ、まあ新しくしようかなとか、まあ買おうかなって思ってる方ね、結構気になってた方いると思うんですけど、まあ、今回インスタ360から出たアクションカメラっていうのは、360度カメラも使えて、さらにね、4K の広角レンズで撮れるアクションカメラもついて、さらにはね、前のバージョンの 1R でね、使えていた 1H センサーのね、そのレンズも使うことができるということで、まあ普通に GoPro みたいにアクションカメラとしての機能もできるし、360度にも切り替えることができたりとか、1H センサーに切り替えることができるような、モジュラー型のね、アクションカメラが出ましたね。まあ、今回の名前がね、1RS っていう名前なんですけど、まあ、元々あったね、1R っていうカメラの後続機のような感じだと思うんですけど、もう形もね、このモジュラー型っていうことも似てるし、もう 1R で使えてたレンズもね、使えるみたいなので、機能がちょっとアップグレードされてっていう、まあ、あのハードウェア自体もね、アップグレードありますけど、っていう感じのね、カメラになっております。で、今ね、インスタ360のウェブサイトにいるんですけど、この 1RS でね、新しくなったところは何なのかっていうところをね、ちょっと書いてあるんで、まあ、それをね、ちょっと要約して読みますと、まあ、新たにね、新しくなったところっていうのが、高性能 4K レンズを搭載していると。で、コア、バッテリー、マウントブラケットも新しくなりました。で、主なアップグレードとしては、360度じゃなくてアクションカメラの方のレンズが 4K ブーストレンズっていうものになってて、で、これがね、従来の 4K 広角レンズをアップグレードしたバージョンのものになります。2分の1インチのサイズのセンサーで4800万画素ということになっています。で、まあ、それによってね、より精細な 4K60fps の動画と4800万画素の静止画が撮影できますと。で、革新的な2つのモードが新たに搭載されました。 6K のワイドスクリーンモードでは、アスペクト比 2.35:1 の超高解像度動画が撮影できますと。アクティブ HDR モードは、アクティブなシーンでのハイライト部分とシャドウ部分の再現性を向上します。コアの部分なんですけど、全く新しい 1RS のコアが搭載する新型プロセッサーは、カメラ内フローステイト手ブレ補正を改善し、 Wi-Fi 転送速度を 50% 高速化され、さらにマイクが追加されたことで、音声録音も強化されていますと。 RS コアには瞬間ズームとクイックメニューも搭載されました。で、バッテリー 1R から 21% 大容量化していますということで、まあ、電池持ちがね、いいんでしょうね。マウントブラケットはクイックリリースや排熱設計、防風設計で使い勝手が向上しています。でね、この新しくなって、まあ、1RS でその古いバージョンの、ね、レンズが使えるって言ったんですけど、逆にこの 4K ブーストレンズ、新しく発売されたレンズっていうのは、もともとの、ね、1R で使えるかっていうと、今のところまだだと思うんですけど、発売後の、ね、ファームウェア更新でサポートする予定ですと書いてあります。なので、ね、まあ、古い 1R を、ね、持っている方でも、この新しい、ね、4K ブーストレンズが、ね、使えるようになるということらしいです。 1R だったり 1RS の、ね、やっぱ面白いところって、まあ、モジュラー型で、ね、レンズを変えることによってセンサーサイズにもね、ちょっと変更が出るっていうのが、私は面白い仕様だなと思うんですけど、ということは、もともとある 1R についてきた、まあ、4K のね、モジュラーをこの新しい 4K ブーストモジュラーに変えると、少しね、センサーサイズが大きくなるので、まあ、前の 1R を持っている方でも、このレンズを買うだけでセンサーサイズがちょっと大きくなるっていうね、恩恵が受けられるっていうこともありますよね。で、しかもね、このアップグレードされた4800万画素でね、やっぱり撮影ができるということになるので、結構ね、このレンズを昔の、まあ、1R で使えるっていうこともね、かなり恩恵があるんじゃないでしょうか。この辺ね、どっちでも行き来できるようにしたっていうのはね、結構あのユーザーのことを考えて、出された製品じゃないかと思います。あと、バッテリーも、共有できるみたいなので、結構アクションカメラとかでね、あのシリーズ化されてって、そのどんどんね、シリーズが新しくなるについて、バッテリーがね、合わなくなってきたりとか、そういうことってあるんですけど、まあ、これは今のところ、ね、このバッテリーを共有することができるということなので、まあ、この辺もね、ありがたい仕様かと思います。でも、ここでね、ちょっと注意点なんですけど、 1RS 用バッテリーを 1R で使用する場合は、 1RS 用マウントブラケットを購入する必要があるというふうに書いてあります。まあ、これはなぜかっていうと、RS 用バッテリーベースはサイズと容量が増えたため、従来の 1R マウントブラケットとの相互性はありませんということだそうです。まあ、でも RS 用のね、マウントブラケットを買えば、まあ
あのバッテリーが使えるようになるということなので、まあ、1R 持ってる方はね、まあ、バッテリーを共有できるっていうねオプションがあるってことはね、嬉しいんじゃないでしょうか。でこの 1RS 自体のねちょっとスペックっていうのをね、ずらーっと今述べていきたいんですけど、まずね 4K ブーストレンズが、絞り値がね F2.4 らしいです。で360度のレンズの方は F2.0 ということでね、360度レンズの方が少し明るめ画角なんですけど、 4K ブーストレンズがね 16mm 16mm って言ったらね、まあ、この今使ってるレンズが 16mm35mm なので、まあ、大体 16mm だと結構使いやすいかなと思います。で、まあ、4800万画素で、動画解像度なんですけど、さっきのね 6K ワイドスクリーンモードっていうのが今回搭載されてるんですけど、 6K で撮れると、 4K でね24、25、30、50、60もありますね。 2K で100フレームまであります。はい、なので結構ねスローモーションが 2K でも撮れると。でフル HD でね120フレーム、200フレームまで撮れると、200フレームになるとねかなりスローなのでね、まあ、速いアクションだったりとか、この水のねなんか滝とかね、まあ、そういう動きが速いものを撮るときってね、かなりゆっくり撮れるんじゃないかと。ワイドスクリーンモードで1インチセンサー、これはあの前の 1R からある1インチセンサーのモッドなんですけど、これをつけると 5K で30フレーム、25フレーム、24フレームという感じになってますね。で一番ねスローモーションにするだったらフル HD で120フレームが、まあ、最大の遅さになると思います。でもちろんねあの画像ファイルも、まあ、ロー現像も、できると。写真のね、モードとしてはスタンダード HDR インターバル、ナイトショットスターラプス、バーストピュアショット、動画のモードがスタンダード動画、スローモーション、アクティブ HDR タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、6K ワイドスクリーンで、ここちょっとね重要だと思うんですけど、フローステイト、カメラ内手ブレ補正が今回ついております。私のこのね 1X もそうなんですけど、今までねフローステイトっていうかなりスムーズに映せる、手ブレ補正あるんですけど、アプリでねあの一旦そのフローステイトを編集時にかける必要があったんですよ。なので、まあ、取って出しでねこう映して、じゃあすぐねあの見ようと思っても、まあ、その状態では手ブレ補正がされていないので、まあ、手ブレ補正にしたいんだったら一度編集で、フローステートっていう、まあ、手ブレ補正をかけてからで書き出すと。で書き出したものがこのね安定した、まあ、スムーズなショットになってるよっていうことだったんですけど、今回からねこれが内蔵でされるということなので、この 4K ブーストレンズではねあのもうスムーズな、もともと手ブレ補正かかってるものをね書き出しすぐできちゃうので、まあ、今までねこの編集しないと手ブレ補正がかからないっていうところで、結構インスタ360のね、カメラってちょっとなんか GoPro と比べたりしてねあのめんどくさいよねっていうところあったと思うんですけど、まあ、今回からねそれが、まあ、GoPro みたいに完全に手ブレ補正がされた状態で書き出しがされるので、まあ、これね結構嬉しい人いるんじゃないでしょうか。で、まあ、カラープロファイルが鮮やか標準ログ、これまあいつも通りの感じですね。で重量がね 125.3g、まあ、これは 4K のねあのブーストレンズがついてる時なんですけど、で360度にしても 135.3g、1インチセンサーねつけると 163g ということになっております。連続撮影時間なんですけど、それがね 4K ブーストレンズだと、75分で、これはラボ環境における 4K60 コマでフローステイトをねつけた状態の撮影時間だそうです。360度になると82分、こっちの方がね意外と長く撮れると。はい、これもねラボ環境における 5.7K の30フレームで撮った時で、1インチの時がね一番長くて84分。はい、これも同じようにラボ環境でね 5.3K で30フレーム、それでもね84分ということです。もともとねついてくるバッテリーは、1445mAh、 最大動画ビットレートがね 100Mbps で、手ブレ補正がね6軸ジャイロスコープ、はい、となっております。4K ブーストレンズでは、ね、ライブ配信多分対応してないと思うんですけど、360度はリフレームライブ、配信側がアングルを決めれるっていうね、そういうやつがあるみたいです。で価格なんですけど、ツイン版360度カメラと、まあ、4K ブーストレンズがついてる、やつが69,800円
で 4K 版 4K のね、ブーストレンズだけがついてるのが 38,800円で、ワンイチセンサーのみがついてるやつが、69,800円で、トリオ版全部ねついた360度も 4K もワンイチセンサーのレンズもついたやつが、108,820円となっております。はい、まあ、ざっと見てねこんな感じでしょうか。ということで皆さん、こういうカメラ出ましたけど、どうでしょうか。購入検討される方いますでしょうか。はい、ぜひぜひコメント欄の方に記入お願いします。まあ、この噂話の、ね、動画を上げた時に、まあ、私個人の意見としては、マイクの、ね、改善がされるといいなっていうことだったんですけど、でマイクが、ね、追加されたっていうことで、まあ、マイクの数が増えて、まあ、音声が、ね、より、まあ、撮れるようになったっていうことなんですけど、で、まあ、昨日から、ね、あの 1RS の動画を上げている方結構いらっしゃるんですけど、その方たちの動画で、まあ、マイクを、まあ、使ってるところシーンあるんですけど、マイクに関してはなんかまだんっていう感じはちょっとありますね。 GoPro 10とね比べてらっしゃる方いるんですけど、まあ、それでね聞いてもねやっぱり結構ね歴然とした差があって、まあ、GoPro 10の方が確実にいいんですよ。音もねすごい拾えてるし、 1RS がねすごいね音が小さかったんですよ、この10と比べて。 GoPro 10ぐらいのねあのマイク性能で拾えてたらすごい嬉しかったんですけどね、まあ、それぐらい拾えてたらちょっと考えてもいいのかなとか思ったりしましたけど、なんかマイクはちょっと数が増えてもなんかまだまだかなってちょっと思いました。基本的にはねあの外部マイクを使用して撮影を私は今アクションカメラしてるんですけど、まあ、これがねなくてもやっぱり撮れるっていう、でしかも360度もモジュラーがついてて変えれるっていうね、これが音声も映像もいいっていう感じだったらね、もうこれ一個でいいんじゃないかっていう、まあ、アクションカメラにね私はなるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それがねなかなかちょっと実現しなかったなっていうところありますけど、私個人的にはね、まあ、アップグレードはないかなとは思っています。まあ、モジュラー型っていうね魅力もあるとは思うんですけど、まあ、どうなんでしょうかね、 1R 持っている方アップグレードする方結構いるんでしょうかね、それともアップグレードするほどでもないっていう感じの方多いんでしょうかね、まあ、どういう心情なのかなっていうちょっと気になりますよね。まあ、4800万画素っていうねかなりアップグレードされた画素数ではあるので、まあ、考える人だったり、まあセンサーサイズもね大きくなったのでいるかなとは思うんですけど、しかもこの 4K ブーストレンズっていうのがねやっぱ 1R でも使えるってなるとね、そこまでこう、まあ、じゃあ買い替えるかみたいな感じにはならないのかなってちょっと思ったりしました。私個人的にはねこの 1X2 の新作が出たら嬉しいななんて思ってますけど、ということでね今日はインスタ360から新しいアクションカメラ 1RS っていうカメラが出たのでね、皆さんとその情報を共有してみました。動画が良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。